ソレイユへようこそ。店内でお召し上がりですか？お持ち帰りですか？店内です。はい、こちらへどうぞ。すいません、注文をお願いします。あ、朝から大忙しにゃ。あちらは私に任せて、ショコラ。バニラ、ありがとう、助かるにゃ。目が回っているショコラも可愛い。ご注文をどうぞ。私はショートケーキとダージリンティーをください。ミルクレープとアップルティーで。ホットでよろしいですか？はい、二つとも。あちらの猫ちゃんと仲いいんですね。仲いい、そう見える？ええ、とっても。仲いいというか、ショコラには私がいないとダメだから。そして私はショコラのいるところならどこでもいい、それだけのこと。それってフフいいな。それではご注文のケーキと紅茶をお持ちしますので、少々お待ちください。ご主人、ショートケーキとミルクレープを。ナイスタイミング、さすがご主人、外さない。うん、私とショコラはとっても仲良しだって。いやー、ご主人様とバニラが仲良さそうに話してる。ショコラも混ぜてください。別に、注文を伝えてただけ。いやー、行こう、ショコラ。うー、絶対ですよ、ご主人様。ん？ショコラ、その手の中のメモは何？あ、そうだにゃ。ご主人様、お誕生日ケーキの注文いただきました。誕生日は誰にとっても特別なもの。その1年に1回の記念日にそれ以上のケーキを選んでもらえたのはとっても光栄なこと。そう言ってましたもんね、ご主人様。はい、今回はバッチリです。種類とサイズもしっかり聞いてあります。うわぁ、うん、聞いてきますにゃ。やっぱり記入シートを作った方がいい。後で私が用意しておく。夏服でも歩き回っていると気にならなかったけど、扉が開いた時に外の風が入ってくるとストーブが恋しくなった。冬服は暖かい、これは良いもの、感謝。ショコラ、戻りました。冬服も可愛いからバッチリです、ご主人様。お誕生日ケーキのお客様からメッセージをもらってきました。ショートケーキを持っていくよ、ご主人。もちろん、合点。お、またお客さんが。遅いぞ、歌唱。ケーキ屋がケーキ売らずに油売っててどうすんだって。さ
最近朝から客の入りが多くて追いつかねえよ。よその店の仕入れかと思うくらい大量に買っていく客もいるもんな。ふん、おかげで猫の手も借りたいくらいだぞ、カショ。お疲れ様。私もキッチンお手伝いします。おう、カウンターはいいのか。はい、めいちゃんがもうカウンターは一人で大丈夫って。首か。そういう意味じゃないですよね。真に受けるなっての。もうプルメイが言ってんなら大丈夫なんだろ。よし、シモンシナ、イチゴを磨け。はーい、頑張ります。私ソレイユを手伝うまで知らなかったんですけど、ケーキに使うイチゴって磨くものだったんですね。まあ私だって知らなかったよ。わざわざ一個一個磨いてるなんて。最初のうちは気が遠くなって気絶するかと思ったぜ。終わる気がしなかったですよね。今は慣れてきましたけど、最初からツヤツヤしたイチゴを使っているのかと思ってました。なんかガーッと機械でやってんのかと思ってたよ。そうみたいだな。丁寧に手で磨かないとすぐ傷がついちまう。ガシ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 。はあ、はあ、美味しそう。つまみ食いするなよ。どんなにイチゴが美味しそうでも絶対につまみ食いするなよ。あん、イチゴツヤツヤ。私の手でテカテカに光っていくのが、あ、ドキドキしちゃう。まあ慣れてくると楽しいけど、ドキドキするか。相変わらずモンシナの言うことはよくわかんねえな。そういや、生クリームを作ったりするときにさ、カショは機械を使わねえよな。泡立て棒を回すのは結構疲れるんじゃねえか。カショさんのお師匠さんですか。カショがフランスに留学してたときに洋菓子作りを教わったってのはしぐれから聞いてるけど。モンシナ、浮気か？そんなんじゃありませんよ。ま、そこまで言うならいつか食べさせてくれ。カショは目指してるんだろ、その味を。楽しみにしています、カショさん。チュルル。気が早すぎだろう。美味しいものを想像するとこうなっちゃうじゃないですか。あら、カショ、やっと来たわね。ただいま、お兄ちゃん。うん、ちょうど帰ったところ。平気だよ、冬服あったかいし。お肉もついているし。ついてないよ、普通だよ。これでよしと。やっぱりショーケースにケーキが並んでないとね。そうよ、どんどん持ってきてちょうだい。この時期は栗のケーキがよく出るのよね。あと期間限定のパンプキンケーキは強いわね。
僕、お祭りは何でも好きだな。私は騒がしいのはあまり好きではないけど、そう願いたいものね。ところで箇所、パンプキンケーキに合わせて茶葉を選んでみたけど、試飲してみない？どうぞ。私が気に入っている茶園のダージリンのオータムナルよ。ほんの少しミルクを落とすのがおすすめね。そうね、私としてはダージリンを最も楽しめる茶葉だと思っているわ。これなら風味の強いパンプキンケーキとも相性がいいでしょ。ごくり。何、気になるの？試してみたいならそう言いなさいよ。うん、飲んでみたい。メープルの選ぶ紅茶ってどれもすごいし。そう？まあ、私が気に入った茶葉を選んでいるだけなんだけど。どうぞ。はい、ありがとう。すっごく紅茶って感じだね。紅茶は紅茶なんだけど、まあオータムナルだものね。オータム？秋口に摘まれる茶葉をオータムナルと言って、茶葉の風味が最も強く出るの。だからココナッツの感想も気持ちはわかるというか、言わんとすることは伝わってくるというか、間違ってはいないわね。すごく美味しいよ。それは良かったわ。分かったわ、やっておくわね。ああ、箇所、さっき電話があってまた大量注文が来ているけど、次の次の週末だからまだ先になるわね。なら良かったわ。最近どんどん増えてない？そうね、手伝いを始めたばかりの頃は私たちが慣れていないから忙しいという感じだったけど、今は明らかに注文も来店するお客さんも増えているわね。すごいよね。ソレイユの評判がどんどん上がっているのは間違いないわ。それよね。この店を一人で回すつもりだったなんて、はっきり言って無謀だったわね。たまには私たちをねぎらってくれてもいいのよ。ねぎらうって何するの、メープル？そうね、ショコラとバニラだけじゃなく私のことも。って何言わせるのよ、ココナッツ！僕何か変なこと言った？私はただ猫たちを大切にしてほしいって言ってるのよ。期待しているわ。よくわからないけど僕も楽しみにしてるね、お兄ちゃん。ご主人様、また大きなケーキの注文いただきました。ご主人、シュークリームが品切れ中、いつできる？箇所、いつまでサボってんだ。早く厨房に戻れ。口じゃなく手を動かせ。箇所さん、一ケース磨き終わりました。次は何しましょう？あらあら、大人気ね、箇所。お兄ちゃん、ファイトです。
ソレイユへようこそ。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ようこそ、ソレイユへ。あら？いらっしゃいませと。おはようございます、愛しの兄様。そしてみんなもご苦労様です。しぐれちゃんにゃん。もちろん愛しの兄様の顔を見に来たのです。私、一日に一回は兄様の顔を見ないと禁断症状が出るのですよ。半分は冗談です。今日は兄様に頼みたいことがあって来たのですよ。この依頼はどうか内密に。もちろんお代はいいねで支払わせていただきます。それはですね。